ずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの試合の振り返りお願いいたします。はい、前半からすごい攻めててもなかなか点が取れない展開が続いて、それが延長戦まで続いたんですけど、守備陣としては粘り強く守れたことが、この勝ちにつながったのかなというふうに思います。今大会の総括お願いいたします。予選大会から、すごいうちの攻撃陣は点を取ってくれてチームもだいぶ楽だったんですけど、やっぱこういう苦しい試合こそ守備陣の力が発揮されると思うので、そこをゼロに抑えて勝つことができてよかったと思います。最後に個人の目標をお願いいたします。この FC 東京武蔵では本当全員日本一狙ってたので、ずっと今から今回冬もしっかり日本一取って、高校行ってしっかりプロになれるように、本当日々努力していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。